ヘクトールは王国が陥落することを知り、アキレウスも自分が死に向かっていることを理解していた。しかし二人は後ろを振り返ることなく戦場に向かった。この最初から悲劇だと決まっていた物語では、誰もそのことに迷ったり動揺したりしていなかった。彼らがそうあったように、僕たちもそうである。気は治ったから、あなたが月から戻ってきたらずっと一緒にいられるって言ったけど、あなたはその度に私が嘘をついていると知りながらも私を信じてくれていたのね。僕は彼女に人々に約束をした。どれほどの対価を払おうとも人類と崩壊の戦いを必ず勝利に導くと。鳥はなぜ飛ぶと思う？それは飛びたいからだ。しかしありえない。なら君の答えは？飛ばないといけないからだ。白亜紀に終焉の隕石が落下した結果、自由な鳥たちだけが滅亡の定めから逃れられた。墜落するために飛び上がる人間もいるのだと。ずっと僕の自己満足だ。僕が諦めないのは必死になってないからだよ。僕はね、気にしないんだ。崩壊とか人類とか。もしいつかこうやって私に対してトリガーを引くことで大多数の人々を助けられるのなら、ケビン、あなたはどうするの？選択も存亡も関係ない。今万人の理想が大いなる願いと来るな。これが